レイアップって聞くと単純なこう普通のみんなが思い浮かべるワンツーのレイアップじゃなくて、自分はもともと飛ぶ能力が低いんで、今こういう体作ってるんですけど、その体を生かしたレイアップを教えていきたいと思います。海外のリーグとか、あとは何だろう、まあ、3x3 のアジア大会だったり世界大会だと、やっぱり落合さんみたいな自分より背が高い選手とマッチアップするっていうのがすごく多くなってくるんで、普通にこう抜いて1、2じゃここでブロックされることがほとんどだと思うんですけど、それを防ぐためにドリブルしてって、1個目は普通に出して2本目を相手の懐に入れてからレイアップということをやってます。最初から外側にドライブしていこうと思うと、ここに空間が空いてしまって、1、2でやっても遠くなっちゃってブロックされるんで、最初からドライブして内側に行こうとしたところを足を入れてレイアップするのが